ですが、今南山のラオジエに来ています。今からですねラオジエの中心の方に歩いていきます。ここはまあ上海の観光地ですね。ここに来る道中も動画にしてあるんですけども、まあ上海市内からですねだいたい40分ぐらい地下鉄で来たところです。地下鉄の11号線でここに来ることができます。ちょっと観光地に入る途中の道なんですけども、ここもまあこういう風になんていうんですかね、若干こう景色を統一してますね。古い感じに、まあ古い感じに見えるんですけど、こう木があって瓦があって、実際上は鉄筋コンクリートの建物です。一応統一感、多分向こうの方じゃないですかね。私もまあ初めて来るんですけど、まあ、駅から歩いてきたんですけど20、30分ですかね。この道中もフルバージョンとして別動画に上げてるんで、まあ、そちら見たい方は全部見てください。ダーユエンルー、まあこういうなんか統一感のやってますね、観光地にするために。ソフトクリーム、この辺はどうなんでしょうね、地元の人はでも来る場所ですよね、これ。化粧品とかエステみたいなんで、観光客がここ来ていこうと思わないですよね。まあ地元の人は上に住んでるんで、地元の人の店もあるし、観光客のお店も両方混在してるって感じですかね。チーバオとも同じような感じなんですかね、規模的には。まあ、おもちゃ屋もそうですよね。観光客が買うようなあれじゃないですもんね。なんか鍋とか鉄製品、金属製品の店ですね。一応なんかこの近くにある庭もあるんですけど、まあちょっと庭行くかどうか後で決めますね、私。ここの町の歴史とか全然知らないんですけど、割とチーバオに近い感じですかね。まあここは小籠包が有名なんですけど、私ちょっと近いうちにですね、小籠包のあれですね、ワクチン2回目受けないといけないので、小籠包食べるとちょっと胃がもたれて、なんか体の調子悪くなりそうなんで、ちょっと今日は小籠包食べないです。本当は食べてレポートすべきなんですけど、すいません。この間1回目のワクチン打った時もすごい体の調子が悪くなって、なんか舌、ベロですよね、あれにめちゃくちゃでかい口内炎ができて、体調も悪くて2日ぐらいほぼ寝てましたからね。ちょっとやめときます、すいません。なのでちょっと生の魚とかも食べないようにします。寿司とか刺身とか、あと脂っこいものって言いながら、まあさっきスタバであれなんですけどね、サンドイッチみたいなの食べたんですけど、パンちょっとね苦手なもんはやめときます。これ安いっすね、ここ観光地の割に。この麺とか8元ですもんね、めっちゃ安いっすね。
なかなか上海市内でこういうの10元とかで食べれる店今時ないですよね。このジュースとかいくらだ。これもでも安い。これって値段ですか、上に書いてるのは。13円とかめっちゃ安いっすよ。市内とかだったら3、40元しますからね、ああいうの食べたら。あ、これ結構美味しいですよね。甘くてなんかちまきみたいなのも売ってます。1個5元、8元、安いですね。そう考えるとなんか観光地だからすごい高いのかなと思わしたらそんなことないですね。でも割とここなんか広そうですね。千葉より広いのかな。まあ小籠包ですよね、これは。食べてる人いますけど、すいません、私ちょっと今日は食べないんですけど、小籠包決して嫌いじゃなく好きな方なんですけどね。こういうジュースの店多いっすね、本当。すごい、これも安いっすね、10元とか。餅つきみたいなやってる。餅つきじゃないか。何をついてるの。雨ですか。なんかこれジャーディン別のとこにもなんかこんなとこありますね。まあ結構上海探すとこういうの多いんですかね。水郷って言うほどのもんでもないですけどね、ちっちゃい川なんで。ちょっと一通り回ってみましょうか。でも割と平均年齢高そうですけど、こういうジュースの店とかは若い人向けですよね。お寺もあるんですね。全体像が分かんないですね。どれぐらいの広さがあるのか。これなんか向こうに庭みたいなのもあるみたいですよね。こっち行くとそうか、もう普通の道に出るんですね。多分ここで終わりですね。出口ってなってるな。入ったら怒られるんですかね、出口ってなって。ていうかお金いるんですかね、これ。もしかしてすごいでかいお寺ですね。 あそこ入り口多分チケット売ってますね。ここから入ったら怒られる。さすがに怒られませんね、お金払わずに。あれ無料なんかな、これ。ただ無料なのかな。
すごいでかいですねこれ。奥もありますからね。めっちゃでかいですねこれ。カンフー映画に出てきそうな感じですね。やめときましょう。カメラ持って入るのはちょっとあれですね。そうですね、チーバオか、ここか、あとはもう一個なんかありますよね、水郷地下鉄で行けるとこ。今度またちょっと行ってみますね。なんていう場所だったかな。この近くの、そういえば庭のとこは私行ったことありますね。あそこもなんか小籠包を食べるところがあって、庭があって、思い出しましたね。ここは初めてですね。結構広かったですねこれ。こういう店もすごいあれですよね、綺麗になってますよね。これ本当正直な意見で、綺麗です。いやでもちょっと2回目ワクチン打つのはちょっと怖いですね。1回目のあの体調の悪さが、最初大丈夫だと思ってたんですけど、1週間ぐらいしてめちゃくちゃ悪くなったんですよね。でも医者行くと、ワクチンとは1週間経ってるんで関係ないって言うんですけど、いやーそうなんかなと思って。実際どうなんですかね。どうですか。なんかチケット払って入るような感じですけどね。なんなんですか。こっち行くと、ああもう
普通の街に出てしまう感じですかね。徐々に。ですね、もう一回戻りましょうか。あの庭のとこはちょっと行かないので、前にそういえば行きましたね。多分みんな観光客ですね。地元の人じゃないですもんね、この雰囲気は。写真撮ったりして。安いですね、これ全部。こんな麺とかも15元とか。チャリだファン。へんぺんいい。観光地だからなんか、ほんとあれですね。湯気が出てますね。またこの汁豆腐があれですね、あの私の友達の阿波子さんの好きな汁豆腐が。写真撮るところですね。こっち行ってないですね。ちょっと行ってみましょう。これ何なんですか？ VR のなんかですか？突然戦車がこっち向いてる。この道結構細長いですね。たい焼きみたいなの売ってますね。中にあんこが入った。これ何なんですか？お土産物屋ですか？なんかちょっとここだけ雰囲気違いますね。でかくて綺麗で。
ミコン、ああこれファミコンのあれですね、コピーのやつですね。ファミコンって多分でも今の若い人知らないですよね。川が、あの川がこっちつながってるんか。まあ、観光客と地元の人と両方混ざってる感じですかね、こっちまで来ると。ここもあるな。なんか店もおしゃれですね。この椅子とかソファーとか。こういうところも本当なんていうんですかね、まあ本当小綺麗になってるというか綺麗ですよね。こういうジュースの店とか、こういうの個人でやってんのかな。いっぱいありますねこんな店。まあ開業しやすいんでしょうね。まあ、これなんか地図がありますね。さっき行ったお寺ここですよ。で私のここなんで、今もう一番端っこまで来て、こっち側とは普通の商業施設っぽいですね。であの庭があってのところはまた別です。ここなんか小籠包のなんか文化体験館とかってありますね。まあ、今日私行かないですけど、行っても食べれないんで。あれですけど、まあなかなかいい場所じゃないですか、旅行に来るには。というわけでショートバージョンここで終わります。はい、あのナンシャンの、ラジオでした。